一番最初に乗せてくれた運転手さんからアドバイスをいただいています。文字を大きくボードを頭上に掲げ乗せてくれるとアピールするとね。で、実際自分は旅を始めた当初このコツ知らなかったんです。なので文字小さくボードを胸の辺りに掲げ、でどことなく恥ずかしげに車を待ってましたね。無理でしょ、乗せてもらえないじゃないですか、こんなね。僕の方に原因があったんですよ。でもあの時の僕は、ね、外部にうまくいかない原因を求め言い訳をし、ね、やらないといけないことすらやってなかったんですよね。